こちらは天守最上階東側です。こちらからは富士山が見えます。掛川城からは100キロメートルも離れているので、空気が乾燥した晴れの日にしか見ることはできません。冬の間はご覧になれる機会が多いです。そして400メートルほど先に見えます。小山は掛川城が最初に建設された場所で龍洞山と呼ばれております。また、龍洞山から。 牧田に見える山には辰雄神社が建てられ掛川城を守護する役割があります。